こんばん心霊写真パシャパシャミステリー案内人です。心霊写真なんて本当にあるのかしら。どうせ合成とか見間違いとかじゃないのか。あ、私も心霊写真が撮れましたよ。ほら見てください。どこに幽霊が写ってるの。ほら骸骨とゾンビが写っています。で、それは俺たちじゃないか。案内人さんだ、ひどいわ。冗談です。さあ今日は映るはずのないものが映ってしまった、そんな不思議なお話をしましょう。おばの CT スキャン。これは俺の母さんの妹、つまりおばさんが脳腫瘍をこじらせて死んでしまった時の話。もちろんおばさんが死んだことは悲しかったけど、それ以上に奇妙なことがあったから紹介するよ。おばさん大丈夫？突然倒れたみたいね。ええ、目が覚めたらここだったわ。驚きよね。ある日、俺のおばさんが突然倒れて入院することになった。脳腫瘍って聞いたわ。お医者さんが言うにはそうみたい。まあ、治療を続けたらすぐに治るでしょ。楽観的ね。そこがおばさんのいいところだけどね。脳腫瘍が原因と言われていたけど、おばさんは楽天家だから、大して気にせずに入院をすることに。おばさん、また見舞いに来たよ。やってきたか、我が愛しのおいっ子よ。手土産はあるのか。おばさんが好きなシュークリーム買ってきたよ。いいおいっ子だ。入院しているおばさんが寂しいだろうと思って、俺は定期的に見舞いに行っていた。やっぱり黒猫屋のシュークリームは美味しいね。あ、それ俺のシュークリーム。病人の特権よ。まあ元気で何よりだよ。脳腫瘍だと聞いて最初は不安だったけど、お土産のシュークリームを5つも食べる元気なおば、そんな姿から親戚一同大しておばさんの病気を心配してなかったんだ。あ、せっかくだしシュークリームを爆食いしてるおばさんの写真撮っとくよ。何それ。いいからいいから。はい、チーズ。だけど奇妙なことはおばさんの写真を撮った時に起きた。あれ？ちゃんといい感じに撮れた。待ち受けにしてもいいよ。あ、うん、そうするよ。なんだこれ。なんとその写真にはおばさんの肩に何か指のようなものが乗っていたんだ。それに加えて窓の外にも変なものが写っていたし、明らかに心霊写真と呼ばれるものだった。じゃあ俺今日はもう帰るよ。おいっ子よ、私は毎日暇だからいつでも来なさい。わかったよ。その時は何かのバグだと思ったし、おばさんを不安にさせないために何も伝えなかった。お寿司美味しかった。ずっと病院食だったから最高。あんたマグロしか食べてないじゃない。好物なんだからいいでしょ。でもおばさんが喜んでくれたのならよかったよ。もち、あ、せっかくだし写真撮ってもらおう。大将、写真撮ってください。はいよ。そんなある日、おばさんが一時退院をして母さんと三人でうまい寿司屋に来た時にまた奇妙なことは起きた。これはどうしました。見てください。え、なんとその寿司屋で撮った写真にはカウンターの一番端に黒い男が座っていたんだ。心霊写真じゃん、すごっ。よく笑えるわね。怖いよ。何か影が偶然そういう風に映っただけでしょ。さ、早く帰ろう。そうは言ったものの、前回の心霊写真のこともあり、俺は偶然とは思ってはいなかった。そういえば私、お姉ちゃんとツーショットとか最近撮ってないかも。確かに、大人になってからはないかもね。撮ろうか。よし、私の射程のおいっ子よ。頼んだ。誰が射程だよ。そしてとうとう俺は決定的な写真を撮ってしまうことになる。これは市松人形？すごー。なんとその写真には病院にあるはずのない市松人形が写り込んでいたのだ。この前はお寿司屋さんで黒い男が写ったよね。怖くない？その前にもあったしな。おばさん、病室変えてもらったりする？
何言ってんのよ。少しぼやけてるけど可愛いじゃん。え？私に取り付いた座敷わらしかな。テンション上がるわ。だけど、相変わらず楽天家のおばは、写真に写った市松人形を逆に気に入ってしまったようだった。正直に教えてください。おばさんの容態はどうなんですか？それは、心霊写真で何とも言えない気持ちになった俺と母さんは、主治医におばさんの容態を改めて聞いた。余命一年くらいかと。そんな、母さんしっかりして。先生、詳しく説明お願いします。CT の写真で説明しますね。おばさんの余命宣告を受けてショックを受ける母さんの代わりに、俺がちゃんと主治医の話を聞くことになった。主治医は、おばさんの頭が輪切りになった CT の写真を何枚も使って説明してくれた。この影になってる部分が腫瘍ですか？はい、かなり大きくなっています。私たちはどう接すればいいんでしょうか？いつも通りで大丈夫です。変に優しくすると逆に不安にさせたりしますから。わかりました。主治医の先生は動揺する俺たち二人に優しく丁寧に教えてくれた。だけど、一つだけ俺はどうも腑に落ちないことがあったんだ。先生、このモヤは何ですか？実は、この写真だけが変なんです。どうやってもうまく撮れなくて。どういうことなんでしょう？私にもわかりません。CT なので、人体以外に影が映ることはないのですが。何枚もある CT 写真のうちの一枚は、病巣のあたりにすごくもやがかかっていた。そして、そのもやは、母さんの後頭部から抜けていく魂のように、はっきりとした流れを作っていた。半年後。おばさん、今日も来たよ。それから半年後、おばさんは薬の副作用で髪は抜け落ちて、すごく痩せ細っていた。大好きなシュークリームも、マグロの握りもいらないようで、ただ横たわって微笑むくらいしかできなくなっていた。そうだ。せっかくだし、仲がいいおばとおいで、写真撮りなよ。そうだね。おばさん、撮ってもらおうか。ほら、カメラこっちだよ。はい、チーズ。そして、気づいたらどれだけ写真を撮っても、心霊写真になることはなくなっていた。あと、数ヶ月の命かと。わかりました。半年前に覚悟はできています。おばさんの余命が残りわずかとなった時、また俺たちは主治医の説明を受けることになった。どうすることもできない状態だけど、おばさんを苦しめる存在はこの目でちゃんと確かめたかったんだ。今の腫瘍の状態です。ほとんど腫瘍ですね。大きい。片目はもう見えていないはずです。脳のあちこちに広がった腫瘍は、素人の俺が見ても、おばさんの脳を壊していることは一目瞭然だった。先生、これまでありがとうございました。しっかりと見送ろうと思います。わかりました。だけど、もう一つありまして。ん？どうしたんですか？これだけはお見せしようか悩みました。我々もなんだかわかりませんが、現実に撮れた CT です。おばさんの死を受け入れようとした俺と母さんだったけど、主治医の先生は気まずそうに一枚の CT 写真を見せてくれた。嘘だろ。これって、質問はしないでください。機械の故障でもありません。ご親族の方で判断していただけると幸いです。市間さんだ。なんと、その CT 写真のおばさんの後頭部には、髪の毛を広げて逆さになっている市松人形がぼんやりと映っていた。私も最初は見間違いかと思いました。だけど、見間違いじゃない。どこからどう見ても市間さんだ。どうなってるの？後頭部からは髪の毛が溢れ出し、脳のシワに見える模様は明らかに優しい市松人形の表情だった。他の CT 写真には一切映っておらず、その写真にだけ市松人形は映っていた。おばさん、優しい表情ね。あれから半年後、謎に包まれた CT 写真が何かもわかることなく、おばさんは死んだ。おばさんは別段苦しむこともなく、
ゆっくりと眠っていった。これを入れないとね。それは？ずっと可愛がっていた市松人形よ。え？どうやらおばさんは入院前はずっとその市松人形をそばに置いて可愛がっていたらしい。後から分かった話だけど、おばさんが嫁いだ家の家業は市松人形の人形師。だから普段から市松人形に触れる機会は多かったという。じゃあ、あの CT 写真に写っていた市松人形って、もしかしてそれ？それはわからないわ。だけど、この人形がなるべく苦しまないように守っていてくれたのかもね。なるほど。こうして俺たちは、おばさんを静かに見送った。おばさん、シュークリームとマグロだよ。おばさんの棺に入れた市松の姉妹人形は、今うちに形見分けで残されている。おばさんの優しい表情の写真と一緒に、俺の家を見守ってくれているんだ。さあ、俺は学校に行ってくるよ。この人形はどこか安心するけど、俺が CT を撮る時には写ってほしくないというのが本音だけどね。あんなに元気で明るかったおばさんが死んじゃったわ。でもなんか不思議な話だったな。怖いけどどこか怖くないというか。そうですね。もしかしたら写真や CT に写っていた市松人形はおばさんが持つ腫瘍と戦ってくれていたのかもしれません。きっとおばさんが可愛がっていたから守ってくれたのね。それならちょっと感動的だぜ。おばさんが今はあの世で楽しく過ごせているといいですね。さあ、次は短いけど怖い話です。金庫。これは俺が小学生の時に体験した本当に怖かった話だ。俺は東京生まれ東京育ちだけど、両親が島根出身だから、夏休みはいつも母方の実家に帰っていた。よく来たな。さあ、ゆっくりしていってね。はーい。久しぶりに会うじいちゃんとばあちゃんは、孫が可愛くて仕方ないらしく、俺と弟をしきりに可愛がってくれた。だけど、じいちゃんたちの家には、一つだけおかしなものがあったんだ。これ開けたいな。開けたい。それは、今にある電子レンジくらいの大きさの金庫だった。その金庫は、普通のダイヤル式なんだけど、まるで祭るように神棚の下に、仰々しく置いてあった。くそ、開かないな。次は僕の番。ちょっとおじいさん、あの子たちが。どうせあかんよ。安心せえ。その金庫を開けようと、躍起になる俺たちを止めることもなく、じいちゃんたちは目を細めて見ていた。じいちゃん、これ開けてよ。1億円でも入ってるんでしょ。こりゃ壊れてるから、じいちゃんでも開けん。それより明日はイカ釣りに連れて行ってやる。さあ、晩ご飯ができたから食べますよ。やったー。こうしてはぐらされた俺は、新鮮な魚を使った料理に釣られて晩ご飯を食べることに。お腹いっぱい。うまかったな。それより、またあの金庫に挑戦しようぜ。僕も。だけど、大人たちがお酒を飲み始めて暇になった俺と弟は、またあの金庫いじりを始めた。くっそ、なかなか開かないな。お兄ちゃん、頑張れ。あれ、開いたかも。すると、今度はカチャッという音が聞こえたため、金庫の扉を開いたら、全身に鳥肌が立った。なんと、その金庫の中には、怒った女の顔が入っていて、中でゆらゆらと揺れていたんだ。どうしたの？まさか、金庫を開けたのか？だって、俺の悲鳴と弟の泣き声で、両親や祖父母たちがすぐに駆けつけてくれた。だけど、気づいた時には、その金庫の扉はどうしてか閉まっていたんだ。ばあさん、頼んだよ。わかりました。さあ、二人はこっちに来なさい。うん。そして、ばあちゃんは慌てて玄関から出て行って、俺と弟はじいちゃんにリビングまで連れて行かれた。何これ。ほら、いい子だから、飲みなさい。じいちゃんは、
俺たちに必死に日本酒らしきものをコップ一杯飲ませてきた。記憶の中ではそれが一番印象強いし、俺も弟も意識が朦朧としていた。ごめんね。ごめんね。そして戻ってきたばあちゃんに風呂場で丸坊主にされた。正直ほとんど記憶が曖昧だけど、お酒のせいもあってか、その後はすぐに寝た気がする。今日は波も荒いし、イカ釣りはダメだな。わかった。次の日、快晴で風も全くないように思えたけど、イカ釣りは中止になり、東京に帰ることに。記憶が曖昧な昨夜のことも聞きたかったけど、気まずくて結局誰にも聞けなかったんだ。ってことがあった気がするんだけど、覚えてるか？覚えてないなぁ。俺その時小学1年生だし。なるほど。それから数年後、大学生になった俺は何年かぶりにその出来事を思い出して弟に聞いた。だけど、どれだけ詳細に説明しても弟は全くその記憶はないようだった。お酒飲まされて丸坊主にされたんだよ。丸坊主にしたのはあんたが野球チームに入るのが近かったからよ。お酒はあんたが興味本位で勝手に飲んだんでしょ。そんな。両親に聞いてもこのように言いくるめられた。この記憶は夢で見たものだったのか。一体あの夏の出来事は何だったんだろうか。確かなのは、今でもまぶたを閉じればあの時の恐ろしい女の顔がうっすらと浮かぶってことだ。ひょえ、金庫の中に女の生首ってやばすぎだろ。ほんとよ、あれは何だったの？結局主人公も真実は分かりませんでした。夢だったのかもしれませんし、もしかしたらおじいちゃんたちが殺した女性の首なのかも。それ以上はやめた。怖すぎだろう。開かない金庫は無理に開けない方がいいということですね。今回のお話は2チャンネルにあった怖い話をもとに紹介させていただきました。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイチーン。兄さんの今日の話は怖かったわ。ああ。ってぞ、あんた何してんのよ。こっちがビビると思っていたずらしに来たんだよ。最低、不法侵入ダメでしょ。あ、目ん玉落ちた。怖がらせるから目ん玉私が預かります。ちょっとそれは困るぞ、こっち。